変更が工作です。まず下ごしらえといいますか、紙コップにマークをつけてね、カッターナイフで窓を作っておきます。切り抜いて、変更板を1枚、適当な大きさでいいんですけど、端を落として、そのままパコンと入ればいいんですけど、ちょっとサイズが合わないようでしたら、テープで端っこを留めておくといいと思います。テープ長いですね。こっち側から覗き込むような形になりますね。あと残しは止めなくても、まあ、こんな感じになりますね。で、次に、この紙コップですね、広口の方を1センチぐらい一回カッターで傷をつけておいて、ハサミで切り落としてしまいます。次にこれ切り落としたこの広口の輪っかの部分ですけど、変更板に、変更板を広口の方に貼り付けちゃいます。最終的にはね、要はこう2枚の変更板をこう重ねて覗くって感じになるんですけどね。操作してる時にちょっと緩んできちゃう時があるので、テープを止めておくといいと思います。さっきこっち少し切り落としたので、こうぶつからないでこう重なる感じですね。こう入り込む感じになりますね。回転する感じになります。で、次に、セロハンなんですけど、セロハンを決まった大きさですね。紙コップのサイズに合わせるんですけど、さっきのサインペンで印をつけておきました。ハサミでも構わないんですけど、動いてしまうので、定規でカッターを使うと楽です。あとこのセロハンで、これ結構小さいんですけど、
切り出したセロハンなんですけども、まあ、このままくしゃくしゃってして団子にしても構わないんですけど、どうせなら折り紙で、まあ、こういった折り鶴ですね、こういうの作るといいかなと思うんですけど、作業としては一番ここがちょっと大変なところで、結構手先の器用さがよく収めます。中古粒を折るところはちょっと省略いたします。折り紙なんかで一旦こう練習をするといいと思います。で、セロハンのつるなんですけども、このつるを先ほど作ったこの紙コップのね、中にこう吊るすんですけども、この針と糸を使って随分前にですね、どなたかがやってらっしゃって、ちょっとはっきりと覚えてないんですけども、この折り鶴のお腹の部分ですね、ここを適当に、まあ適当っていうか、真ん中のあたりがちょうどいいと思うんですけど、こういう状態ですね。これを先ほど作った紙コップの真ん中よりやや広口部分ぐらいがいいと思います。こんな感じですか。中ぶらりになる位置にして、あとはテープで留めちゃうだけです。留めちゃって針といけないですね。プランプランっていう状態になりますね。で、こっちの広口の偏光板貼り付けた方ですね、大きな方ですね。で、これを重ねて、あとはこっちの細い方、ちっちゃい方からですね、狭い方から覗くだけとですね。まあカメラの関係でちょっとうまく見えるかどうかわかんないんですけど、まあこうやって覗いて、下を白くすると分かりやすいですかね。実際に窓かなんかに向かってですね、光のある方に向かってこちらから覗いて偏光板をこうくるくる回す感じになります。実際は明るい窓に向かってこちらから覗く感じなんですけども、ちょっとカメラの関係で斜めになっちゃってツルが引っかかっちゃうんですけど、要はこちらの方から覗いて、まあ、セロハンで作ったツルが変更して鮮やかに見えるというものです。ね、横からちょっと光を当ててるのでちょっと分かりにくいんですけど、実際に自分で作って明るい方に向かって覗いてみると鮮やかに色が変わる、変更して見えるのが分かります。うまく撮影できなかったのでカメラ側から覗いてみることにしました。こっち側が白いついたてにして光をこの背面から当ててるんですけどね、偏光板をこう回転させて、実際にこう覗くとよく見えるんですけど、ちょっとカメラだと分かりにくい感じはします。